速稼塾の子です。じゃあ記念写真撮りますよ。このスマートフォンでチーズと撮ろうとしたら、ここに速稼塾って書いてあるでしょ。もうだいぶ古いんでかすれてますけども、こういう風になってるわけなんですよね。で現在ですね、私が写真を撮ろうと新しい iPhone 11 Pro Max を構えるとチーズとなるわけですよ。ナイトライダーとね、こっちで撮るとこういう風な感じで、とにかくね、自分のことを知らせるってことが非常に大事で、一番悲しいのは知られていないってことなんですよ。で多くの方がね、ビジネスをやるときでもそうでないときも単なるいい人になろうとするんですよ。この単なるいい人っていうのが最も立ちが悪くって、世の中に最も余っているのがこの単なるいい人なんですよね。単なるいい人っていうのは取り立てで悪いこともしないけども、かといってね、人の印象に残るほどいいこともしないと、本当に当たり添いのない人生を送っている方で、こういう方にビジネスっていうのはね、なかなか花開かないんですよね。で私たちがどこでビジネス挫折するかっていうと、まあ3つの要素があるんですけども、1つ目は商品があるかどうか、2つ目はお客さん媒体があるかどうか、3つ目がセールスしてるかどうかなんですけども、大体この2つ目のね、媒体、要するに集客ができなくってビジネスって失敗してるんですよ。ネットワークビジネスのいい案件をもらっても、それを知らせる人がいないからネットワークが広がらずにできなくなってくるんですよね。でせっかくいい商品を持っていても、それを誰にも知らせてないから商品が売れずに困るわけなんですよ。皆さんがね、営業マンになったとして考えてみてください。営業先が今日ね、30件行くとこが決まってますって言ったら、なんか売れそうじゃないですか。でも朝9時に朝礼が終わって、よし営業行ってこいって言った時に行き先決まってなかったら途方に暮れますよね。で私は飛び込み営業をやってる時ね、網戸とか電気温水器で、もともと行くところって朝は起きた時は決まってないんですよ。で現場に行って目の前にある家を片っ端から行くみたいなことをしましたね。要するにね、人に会えば何か商売があるんですよ。人は誰か何かが困ってるんですよ。今日もその人は誰かから何かを買って生きてるんですよ。誰かに何かを支払ってるんですよね。どんな人でもそうです。どんな人でもお金を使わずに生きてる人っていないんですよ。だから商売は成り立つんですよ。あとは自分が何を提供できるのかってことなんですよね。最近では私は電気屋をやったりもするんですよ。ね、電気屋。どういう電気屋かっていうと、こういう電気の有利な案件がありますよってお知らせするってことなんですよね。でそうすると電気の格安プランを契約できますよっていうふうな値下げプランっていうのをこうアテンドするわけですよね。で契約が決まったら手数料が入るって形です。で携帯電話の料金を安くしましょうねみたいなプランもあるんですよ。私は携帯電話の会社の人ではないですけども、商品を紹介することができるんですよ。ですんで人に会うたんびに、携帯最近いくら使ってるみたいな話をしますよね。これちょっと3,000円ぐらい安くなんじゃないのって、いや実は僕使ってるやつねっていうふうに持っていくんですよね。興味付けということですよね。でそういうふうに目の前の人が全員お客さんに見えてこないといけない。お客さんって言ったらちょっとえげつないんですけども、目の前の人の悩みを解決してあげようっていうふうなね、この愛情とか提供の精神に至らないとビジネスってのはできないと思うんですよ。自分が儲けるためではなくって、目の前の人にもっと得していただくため、もっと快適に人生を暮らしていただくために情報を提供するっていう、そういうねマインドセットですね。皆さんいかがでしょうか。媒体があれば本当に何も困らないです。媒体を作ろうと思ったら、自分自身が誰かの役に立つ人間になっているかどうかということをよく考えるべきかなと思うんですけども、いかがでしょうか。